はい、こんばんは。ブルーブルー代表の村岡正則です。高橋雄介です。さあ、年末年末動画です。はい、お疲れ様でした。今年もお疲れ様でした。2023年も、はい、楽しい1年となりましたね。はい、そうですね、はい、めちゃくちゃ久しぶりですね、村岡さんと公式に出るの。一緒に釣りするのが久々よね。そうですね、うん、まあ、お互い別の道を歩む音楽性の違いでそんなバンドマンみたいな、しかも解散してるじゃないですかってわけじゃないんですけど、まあ忙しかったね、本当にね。そうですね、うん、まあ、でここは締めの釣りですか。今日はこれは最後、年末動画ですね。締めの最後の動画、はい、撮ってるのはさすがに年末じゃないんですけど、うんうんうん、まあちょっと今年の1年の、うん、でも本当に冬だね。冬ですね。どんなだったかとか、いろいろちょっとお話をしながら、喋りながらやりますか。はい、お願いします。じゃあ一応目標はランカ1本。おお、いいですね。頑張りましょう。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この野郎で。僕はガボッツ150で。今年の一番の思い出は何ですか。なんですかねなんか今年ロケ全部辛かった気がするんですよね、僕。なんかあんま当たんなかったですね、なんかすごい絞り出す展開ばっかで、うん、なんか全部大変でした、ね、何ですか逆に一番の。あ、俺印象に残ったロケ、なんだろうな。ターポンではないんですよ。あ、でもなんかね、ボンフィッシュの方が、ユウスケと行った、ハワイの、はい、あのボンフィッシュは一番嬉しかったか、一番嬉しかったのは、はしご車で釣ったベラかもしれない抱き合ったからね、おっさん同士で、ね、大事なのは家庭なんですね、やっぱ泣きそうなぐらい感動したのそれか、まあでも楽しかった。やっぱボンフィッシュを追い求めた1年だったし。確かにハマってましたよね。ハワイ2回、徳之島1回行ってね。はいはいはい。だから年明け早々また徳之島行くんだけど。あ、そうなんですか。うん、今がシーズンなんですか。いや、わかんないからわかんないけど、でもなんかどうも自分が行った時は8月だったんだけど、はい、水温が高すぎて浅瀬にはいなかったんじゃないかっていう説を。なるほど。そういう人がいたんで、はい、そう、確かにそれはあるかもと思って、で、じゃあ冬行ってみようかなって。本当は秋行きたかったけども、この日程で全く行けずで。あとね、あれが良かった。は、鳥取、海屋を鳥取。ああ、はいはいはい、サーフバクってましたね。鬼門だったサーフ、マゴチ、ヒラメ、はい、全部一気にクリアしてきた。なるほどなるほど。爆裂動画、爆裂放送になりました、ね、でもやっぱりフィールドが豊かで、はい、多分今年一番いい気持ちいいヒットがその海屋の時の70センチぐらいのヒラメなんだけど、はい、なんか朝、夜明け朝一、はい、このサーフのワンドのこういったラインに、はい、もう本当に実は波打ち際のすぐ下にいるから、はい、あの沖に投げがちだけど、最初は横に投げて、はいはい、こうやって巻くとヒラメとかよく出るんですよってかかって、で70かかって、それは気持ちいい。それは多分今年一番気持ちいい人喋りながら言った通りにかかるっていう、はい、しかもサイズもいいですもんね。それもでかいヒラメがね。確かに僕今言われて思い出しましたけど、僕も83のヒラメ釣ったんですよ。そうだね、あれ見えたんでしょ。あれ見えてたんですよ、下に。あれはヒラメみたいな。いや、でも目を疑ったんですよね、最初。そりゃそうだよ。あれ今のエイじゃない、茶色いけど何って、泳いでた、捕食してました、あの水中で。何か送ったんだ、はい、この城が急に入ってきて、で2回目でやっぱヒラメだよなって言って、で3回目で加えてんのが見えたんですよ、餌を、うんうん、完全にこの城、うんうん、でヒラメだと思ってすぐ入れて、多分そのこの城に多分逃げられたんでしょうね、うんうん、入れたら速攻食いました。ちょうちょうのトゥイッチ2回ぐらいで。言われれば僕もヒラメかもしれないヒラメの2023年でしたヒラメでした。ダメだね。よし、移動しようか。はい、はい、ここ干潟です。干潟水深 1.5m。 風強いこの野郎で。北風 11m ぐらい吹いてるから、
この野郎が飛んでいく。危ない危ない。これは移動したくなってきちゃうな。一頭一頭で。まあでもあれだよ、ブルーブルーもブルーブルーがやっぱり本当にね、こう多くの皆さんの応援の力ですごいことになった1年だったじゃない、はい、だからやっぱなんだろうな、こっからじゃあどうやって飽きられないようにっていうか、うん、挑戦 し続けるか、はい、その辺をすごい考えてたんだよね、特にこの 1,2 ヶ月。あ、確かにそうですね。でやっぱり発展し続けるって難しいから、はい、ね、あのクラッシュ&ビルドだよね、もう一回ぶっ壊すかみたいなね、ブルーブルーをぶっ壊すって感じでやってみようかななんて思ったりもしてて。もうアグレッシブに行こうかなみたいな。なるほど、どういった面でアグレッシブに。なんだろうな、まあ、一つは会社のあり方、ブランディングとかね、はい、でまあ、今の人事体制とか、はい、そういうのもなんだろう、あんまりこう外には言いづらいというかあれだけど、非常に斬新じゃない、はい、多分他の会社には絶対ない制度がいっぱいあってさ、はい、でそれでみんな働きやすかったり居心地よかったり、ここで働く意味を持っている人がいるじゃない、はい、だからそれはもっともっととんがっていってもいいんじゃないかなと思う。あ、なるほど。確かに毎回、うん、あのイベントで並んでくださる人たちを見ると、うん、ちょっと安心するというか、うんうん、突如あの列が全くなくなっちゃったらって、うん、結構イベントは逆に少し怖かったりしますね。そうだね、だから多分変わらなかったら今後 1,2,3 年でだんだん列減ったねって、ブルブルも一時の勢いないねって言わ、ね、みんなにね言われるタイミングになるはずなんだよね。そういうメーカーをさ、はい、俺もいろんなメーカーのプロやってきたから見てきたわけで、うんうんうん、いやそれは嫌ですね。そうだから、じゃあそれをね維持していくためにやっぱりずっと結局はユーザー、はい、釣り人をさワクワクして、次あいつら何やるんだみたいなさ、はいはいはい、そういう期待値だよね。だからそれこそ最初シーライドに、シーライドロングに、はい、シーライド V にって出してった時にさ、はい、あの某量販店のさめっちゃ仲いいバイヤーにさ、はい、お前たちどこに行くんだって言われて、何をやろうとしてんだって、シーバスルは出せよいや出しませんみたいな。やっぱそうやって裏切り続ける、うん、でもここまで来たら裏切り続けるってなんだろうなって時に、なんか俺の中でまだ誰にも言ってないけどあるんだよね全員反対するんで押し切りますみたいなそれ今言えないですか。言わない今じゃない。でも来年のこういう動画が上がる頃には、はい、なってるかもしれないけどもう分かんない、それはね。お、当たりました。多分今のバイトです。お、結構こっちの明るい側でした、ね、ああいた、当たりましたね。ジョルティーか、よし食った。お、お、お、ちょっと、いや、え、ボディかな、引きすぎだな。お、かけてる、かけてる、ちょっと引きすぎだぞ、やばいぞこれ。行かれちゃう、行かれちゃう。ちょっとこれはどっちだ。おお。口だったらでかいですけど、ファールかもしれないです。ファールですね。ファール。はい。ファールフックっぽい。お、ライズした。
おお地合いか、やっぱり流れ出したんですか。あ、ファールフックです。ありがとうございます。あ、ごめんごめん。でも太い。あ、これはこの白を着てそうな、ね、アジ、アジみたいな。ゼイゴが見える。ゼイゴ短いっす。顔がかっこいい。本当。さあ、でも逃がしましょう。あれだった。ごめんよ。ごめんごめんよ。よいしょ。よし、行って。よっしゃ、これは食った。これはバイトだ。これは今のバイトでしょ。食った。食いました。あ、後ろで、後ろでやろう。後ろで。はい、これは食ってると思います。よし、さあ、無事ヘンリーアールも発売してそうだね、2023、はい、おお、初のシーバスロット。シーバスではない、ボートロット。おこの白食ってから家に臭みな。すごいっすね。だな、ちょうどいい臭みの強さが。めっちゃ、おー、だいぶ、あ、いっ、よし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 、えい、はい、すいません、ありがとうございます。よっしゃ、来ました。おー、おー、70ぐらいありそうだ。でっぱいっすね。いきなりジョルティですか。釣りに、めちゃくちゃ釣りに行ってますが、22g ですね。うん、まあ、いいね、だいぶ出てきた。いや、でも晩秋、いい魚が残ってますね、全然。さあ、えい、おめでとう。ありがとうございます。この野郎に 5g のシンカーつけて 1m ぐらいレンジで。ここまで村岡さんと一緒に釣りしなかった年初めてですね。そうだね、もう嫌われちゃったのかと思ってたよ。本当に多分5回。どうしてもさ、年々そうなってくじゃん。どうしたって、あの、はい、お互いがさ、はい、忙しいというかさ、まあ、そうですね。いやー、これこの野郎食いそうだけどな。食ったらでかいの出そう。ちょっとブロイン140でいきます。ブロインも釣れそう。そう、釣りに行ってるな、あいつ。お、あ、これ俺がなんかないですけど。おー、食った。え、こんだけする。食ってるよな。食ってる。ん、もう。釣りに行ってるし、もう。あ、いいです。いや、釣りじゃない、食ってる。ブロイン140。ドンピシャだよ。ごっちゃんの村岡さん、釣りました。楽しい。なかなかいいね、コンディションがね。コンディションいいっすね。めちゃくちゃ低い。よっしゃ、よっしゃ。あれも70いいの。楽しい。70ちょいだね。うん、70ちょい。おー、いったね。でも70か。70っすね。これもいかねえな。はい、これもいかねえな。なんか釣ってる。これもいかない。むしろ60代だ。そうなんだね。よいしょ。まあでも、でも、あ、この野郎すごい。この野郎で。さすが。シンカー付きっすか。私はジョルティなんてなりませんよ。素材は一緒です。確かに。この野郎の 5g。ウェイトつけてちょっと沈めて中層やろりと、まあ60後半ですかね。
いいですね。バイバイ。あ、いったいった。いいね。これでランカー釣るよ。これはこのまま使っていいのか切った方がいいのか。いや、そのまま使うの。そうそう、絡み率が減るんだけど、やっぱ結構取れちゃうとか、もうちょい考えないとね。そうですね。よし、よし、いったんじゃない。あー、いや、ないかな、これも。バクバク。来て。あ、はい。でかいっすか。いや、同じサイズだわ、これも。最高。いい締めくくりです。2023。この野郎にね、出てきてくれるのも嬉しいね。うん、ありがとうございます。シャース。おーで。本当に、この白具、というか、イナコを食ってるね、魚もコンディション抜群の。わコンディション抜群の魚は、やっぱデカイルはあっさり食ってきますよね。バイバイ。中層。2メーターぐらい沈めたら食うよね。よっしゃ。おっしゃ。おでかいかも。おお。でかいな。でかそうだ。よっしゃ。どうだ。さあどうだ。どうでしょう。さあどうだ。結構手応えありですか。あ、うん、まあ今日一だけどね。よし。あ、今人が当たるんだ。危ない。ぶち曲がってましたもん。2メーターぐらい沈めて。いや。おお。がっつり食って。濡れた。いやー、でも全然大丈夫だ。あのファイトで。あのぶち曲がり。目がかりぐらい動かなかったのに。いやー、でもこの合わせは気持ちよかった。もう帰っていいぐらい。確かにめちゃくちゃ気持ちよさそうです。お願いします。わー、冷てぇ。バイバイ。お釣りを食らってしまった。よし、この野郎は満足したぞ。でも多分これが一番釣れるパターン。でもなんかちょっと変えてってみよう。お、よし、よかった。元気。メコン130。ちょっと沈めてったら苦労します。全部70。全部いいっすね。はい、すいません。うわ、揃ってますね。すごいな。楽しい。爆風だけど。はい、じゃあ明日も朝早いんで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、あの多分最後の動画なんでこれ。はい、今年もブルブルをご愛顧いただきありがとうございました、はい、そして動画もたくさん見ていただきありがとうございました、はい、来年も引き続きたくさん、まあ、変わらず動画をいっぱい撮って、まあ何か村岡さんの中でしかとんでもないことも考えてたり。いやいや、まあ来年ではないんで大丈夫です。まあ何か、はい、どんどん変わり続けたいってことですね。そうですね、はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします、はい、ということで、よろしくお願いします、はい、2023年ありがとうございました、はい、ました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。あ、そっか。良いお年を。良いお年を。